矢島議員のご質問にお答えいたします。最初に、人事幹事についての質問に、お答えいたします。矢島議員、ご指摘のように人事管理を行う上でいかに、職員にやる気を抱かせるかということは大変重要な課題であると認識しております。職員の構成に合わせて適材適所の人員配置ということを基本にしながら定期的な人事異動の実施によって新たな仕事の領域を増やしていくことは職員自身の資質の向上につながり議員のおっしゃる通り能力の開発にも結びつくものと思われます。現在人事異動については同一職場に3年以上となる職員を対象に2月に異動希望調書を取り本人の意欲を反映させる努力をいたしておりますのでご理解いただきたいと思います。次に